今からチームムスカの発表を始めます。まず、私たちの30年後のひたちなか市のビジョンとして、若い力を未来へというキャッチコピーを考えました。これは若い世代、学生などが様々な分野で活躍できるような社会を目指そうという考えのもと、このようなキャッチコピーになりました。現在のひたちなか市の問題点として挙げられることが3つあります。1つ目が、学生が意見を言える場所が少ない。2つ目が、知らないうちに様々なことが行われている。3つ目が、自分の意見を持っている学生が少ないということです。この3つの問題を解決するために3つの政策を考えました。1つ目が、学生も主張したいな政策。2つ目が、若者にも説明してほしいな政策。3つ目が、考える力を育てよう政策です。1つ目の問題点として、学生が意見を言える場所が少ないということが言えるのですが、皆さんは小中学生の時、登下校中に危ないなと思った瞬間はありませんでしたか？例えば、曲がり角で死角になっているのに信号もミラーもなかったり、段差があってつまずきやすくなっていたりなど、こういった問題を解決するために、学生も主張したいな政策というものを考えました。この政策は、学生を対象として、市政に対して学生の意見を反映させるために行おうと思います。この政策の内容なんですが、子ども議員を常設させようと思っています。子ども議員というのは、市内に住む子どもたちが実際に議会に出て、市長さんなどに意見を述べることができる子ども代表の議員さんです。さすがに市内の子ども全員が議会に出るのは不可能なので、子ども議員になる子どもを選ばなければなりません。なので、まず市内の小中学校に子ども議員代表委員会という委員会を組織することを義務付けます。そして、その中学校の子ども議員代表委員会の中から代表者を1人選びます。選ばれた人が実際に議会に参加するという流れになります。各学校に子ども議員代表委員会が存在することになるんですが、ひたちなか市は中学校だけでも9校あります。やっぱりまだ9人が議会に出るというのもちょっと人数が多い気がするので、半分の4人に絞りたいと思います。4人に絞るために、まず市内の中学校の学校を4つに分けます。青い部分が2校、緑の部分が2校、黄色の部分が2校、赤い部分が3校となっています。それぞれの学から1人ずつ代表者を選びます。各学校1年ごとに持ち回りにすれば平等になるのかなと思います。中学校が代表になってしまったら、小学生の意見はどうなるのかという話なんですが、小学校は子ども議員代表委員会で集めた意見を、同じ学区の代表になっている中学校に提出します。中学校も同様に、代表になっている中学校に意見を提出します。この政策を2021年から2026年で条例などを整備して、2027年頃から試験的に導入できればと思っています。そして2030年には常設していけたらと思っています。次に問題点として挙げられるのは、知らないうちに様々なことが行われているということです。皆さんは、自分自身が住んでいる市町村でどんな政策が行われているか知っていますか？現状として、市町村側から発信されている情報は一方通行になってしまっているのではないかと感じました。そこで私たちは、若者にも説明してほしいな政策を考えました。具体策として、VR を使った説明会を開催することを提案します。この政策は、10年後の家庭には VR が備わっているだろうということを前提にします。VR を使った説明会を開催することによって、市と市民の距離を縮め、説明会などに参加するきっかけ作りを行うことを目的としています。例えば、議会報告書や、議会の様子、建物の説明会など、ある特定の場所に集まらなければいけないこと。
そして、建設中の建物の進捗状態や内装など、普段は完成しないと見ることのできないものなどが、家で VR をつけるだけで見ることができたら、とても便利な生活を送ることができるようになると思います。配信方法としては、360度カメラや人が立ち入ることのできない場所や危険な場所を撮影するためのドローンなどを用いて、VR 動画専用の配信アプリケーションで配信します。制作の開始期間は2030年から様々な説明会を VR で行っていきます。以上で制作丸2の説明を終わりにします。現在のひたちなか市の問題点その3は、自分の意見を持っている学生さんが少ないということです。その対策として30年後の重点政策は、考える力を育てよう政策です。考える力を育てよう政策というのは、専門の教師を育成するということです。例えばですが、今までにこの授業が分かりにくい、この先生が分かりにくいと思ったことはありますか？私はしょっちゅうありました。その対策としては、小学1年生から3年生、4年生から6年生、中学生を対象に3つに区分、この3つを区分、対象にして3つに区分しました。このように3つに区分したかと言いますと、小学1年生から3年生は、専門の先生のもと遊びを織り交ぜつつ活動に慣れ親しむ期間とします。小学4年生から6年生は、教材を使って基礎を学びます。中学生は、教材と例題ではなく、実際の事例について考えを深めることをことにし、深めます。考えを深めるようにします。教師を目指す学生さんには市役所と専門家が連携して教科書を作ります。市内の先生は市役所から専門家を通して勉強会の開催を要請します。次に、各政策の予想される費用と賄い方です。政策2にかかる予算として、360度カメラやドローンを購入するための費用、約7万円を総務費から支出します。政策3番で使用する、小学4年生から6年生が使用する教材を1冊500円として、予想され人数としましては4182人と仮定します。それを合計しますと209万円となりました。これでチームムスカの発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。